佐賀県にある鬼の花山という山の上にある、まあ、ちょっとした公園、うん、足音がしてますね。はい、早速棒人間に変えてみましたけど、まあキーが多いので反応はまあ割かしありますね。多分もうこれはほぼほぼキーだと思います。ここを去る。ここを去る、自分のことなのか私たちに。彼らは誰なの？それは僕たちのことですか？いろいろ棒人間の方は見て回りましたけど、結構木があるんで反応するかなと思ったんですけど、なかなか反応しませんね。この鬼の花山の駐車場で2005、6年ぐらいに女の人が事故に見せかけた考察されて亡くなってるみたいなんですよ。トイレがあって、まあ、この際なんでそのトイレも、検証していこうかなと思ってて。しかもなんか鍵も閉めにくいし。何の音？はい、こんばんは。早速なんですけど、ここはですね、佐賀県にある鬼の花山という山の上にある、まあ、ちょっとした公園みたいなところになってるんですけど、まあ、ここもちゃんとした心霊スポットで、いわくの方はちょっとこの後ナレーションが入ると思います。その昔、関と名乗った族集団が鬼の花山周辺及び麓の集落で金、米、作物、女とありとあらゆるものを力ずくで奪い暴れ回っていました。税も納めず好き勝手ばかりする族たちを打ち滅ぼすべく、鬼の花山周辺の当事者たちは何度も兵を挙げていましたが、いずれも凄惨な結果に終わっていました。1633年に肥前国藩主の鍋島氏が関を打ち滅ぼすべく大軍を送り込み、500名規模の大軍は死に物狂いで目的地に到着し突入するも、関が拠点としていた場所はもぬけの殻だったといいます。その後も再攻撃を行うものの、いずれも失敗に終わり、鍋島軍は捜索を断念。しかしその数ヶ月後、関と思われる族が再び周辺集落で悪事を働くようになり、住人たちは収穫した米や作物を失い、女子供は誘拐されていきました。そしていつしか鬼の花山の公園内では女性が園内をうろついている、生首が道端に転がっているという例の目撃情報が相次ぐようになりました。ここ全体が心霊スポットみたいな、まあ、場所は特定されてない状態で女性の霊が歩いてたり、霊の首が転がってたりとかっていう話があるんですよね。そうです、はい、なので見て回ろうと思うんですけど、まあ、結構広いんでちょっと今回は場所をある程度特定して検証調査をしたいと思いますね。一応今回はここの鬼の顔映ってますかね。はい、なんかいる、うん、足音がしてますね。まあここで一組検証してもらって、ゴーストチューブを中心に、でもう一組は棒人間を使いながら、まあ、いろいろやってみたいと思います。まあ、早速今回はちょっと次もあるんでテキパキ動いてください。そしたらもう早速回っていきましょうか。はい、行きましょう。結構しっかりとした滑り台ですね。え？いや、寒さか分からんけどちょっとなんか若干緊張してる。早くないです？今日1軒目ですよ。いや、分かんないけどね、自分でも分かんないんだけど。てかなんか湿ってませんこれ？
ここ最近雨降ってないですよね。降ってないはずだけど。今水滴垂れてきましたけど。湿気てんのかな。ん？邪面された邸宅。受刑者。受刑者。受刑者。映画。映画。僕たちの周りに誰かいるんですか？もしよかったら話しかけてください。何も言わなくなりましたね。僕らはあそこの東屋の方に行きたいと思うんですが、で僕らはここ一回来たことあるんですよね、ロケ班で。ちょっと周りを、まあ、こんな感じになってますね。で、ちょっと、いろんなところを棒人間で調査したいと思います。まあ、とりあえず中入ってみましょうか。はい。受刑者ってなんだろう？受刑者。受刑者？誰か罪を犯して、ここに来たとか？なんか鳴ってません？え？何？はい、早速棒人間に書いてみましたけど、まあキーが多いので反応はまあわりかしありますね。多分もうこれはほぼほぼキーだと思います。ちょっと行ってみるか、はい。場所的にはねなんてないんだけど、ちょっとそこ邪魔ですね。はい、すいません。どれなんですか？あのね、下記現金とかが多分書いてたんだと思う。これでしょ？はい。うん。いや、最近ね、反応はね、弱いよね。で、ここの下の道は、はい、まあ上の広場につながってる感じなんで。いや、なんて反応ないな。あなたは受刑者なんですか？やっぱり返答ない。ちょっと上に登ってみない？行きましょうか。うん。多分。あなたは何か罪を犯したんですか？やっぱり反応がないですね。まず行ってみよう、そしたら。何の反応ですか？なんかどんどん電波が強くなってる。電波っていうのかな、電磁波っていうか、メーターがこっち側に近づいたら強くなっていってるんです。うん、もうちょっと近づきましょうか。うん、どっちだろう。いや、こっちに行ったら減った。じゃあ滑り台のかな、うん、上行ってみましょうか。うん、行こう。メーターはどうです？メーターはまだちょっと、さっきいた下の方がまだ触れてた。高かった。でも今でも十分半分ぐらいある。え、これまでこういうことってありましたっけ？ここまでなんか反応することはなかった。まあでも何かあるっていう感じでもなさそうですね。もしよかったら何か話しかけてください。いや、ないね、うん、こ
これは全部木だもんね。ちょっと待ってて、ここで、はい、これは多分地図かなんか書いてあったんだろうね。ああでも立ち入り禁止ってなってるね多分。はい、道はあるんですか、通れそうな。まああるよね、あるけど多分向こうからこう行ったらダメだよっていうことなんじゃないかな。何反応してんだこれ。さっき鳴ってなかったですよね。シミか。私たちには霊感はありませんが、何か力になれればと思います。遠く。どういう意味。彼らは来た。遠くから彼らが来たってことかな。彼らとは誰のことですか。話しかけると反応がなくなりますね。うん、船乗り、うん、でもここ山ですよ。確かに船乗りとの関係性はなさそうな気しますけど、船乗りはまた別関係ないのかな。あなたはここで亡くなった方ですか。遠くから来たって、遠くから彼らが来たって言ったじゃないですか、うん、来た人が船乗りってこと。山から見て遠くってなったらやっぱり海とかも普通にありえそうですし。一周はしてみましたけど、何かある感じでもなさそうですね。うん。メーター上がりました今。ちょっと上がった。なんだろうな。この辺ですよね多分。だから。この辺りが、うん、今上がってる。さっき下でもこの辺だったじゃないですか。うん、階段の近くとか。ここを去る。うん、ここを去ったってことなのかな。僕たちが去った方がいいっていうことですか。もともとここに行ってここを去ったっていうことかな。どっちの意味合いなんだろう、うん、自分のことなのか私たちに。彼らは誰なの。それは僕たちのことですか。それとも私たち以外の誰かを指していますか。霊同士の会話を拾ってるっていうことってないです。自分たちに対して霊同士、彼らは誰なのかっていうふうに警戒してるとか。とりあえず下ってみましょうか。うん。はい。とりあえずいろいろ棒人間の方は見て回りましたけど、結構木があるんで反応するかなと思ったんですけど、なかなか反応しませんね。あの部分で人型が反応あったんですけど、まあちょっとどうなんだろうっていう感じだったんで、まあ一時僕はここでちょっと過ごしてみたいと思います。こっちが滑り台よね。こっちから下ってみます。いや滑る形になるからちょっと。何日ですか走る。何日ですか走る。祝福。乾き。水とか。なんだろう。ただちょっとこの滑り台の方向を向いてから、なんかいっぱい話しかけてくれてるよね。ちょっとここでバケタン一回してみましょうか。